リブールマンは、ノルウェーの女優、映画監督。エンジニアの父親の仕事の都合で、東京で生まれる。2年後に、トロントに移る。しかし4年後に、父親が、脳腫瘍で亡くなり、ノルウェーに戻る。ロンドンで演技を学び、1950年代より、ノルウェーで舞台に立ち、1957年に、映画デビュー。 国王からの移民農家の妻を演じた1972年の移民でゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞、アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。幻覚に襲われる精神科医を演じた1975年、鏡の中の女で2度目のアカデミー賞ノミネート。7年間も母に会えず、怒りを爆発させる娘を演じた1978年の秋のそなたでは、 実力派のイングリッド・バーグマンを圧倒する演技を見せた。2000年には、不実の愛、各も萌えを監督している。この作品の脚本は、ベルイマンである。早くからイングマール・ベルイマンに出会い、公私ともにパートナーとなる。二人は10本の映画を制作した。二人の間には、娘が数といたが、結婚はせず、ウルマンは1985年に結婚した二人目の夫と共に、 ニューヨークに住んだが、1995年に離婚。しかし二人は2007年まで共に住んでいた。2010年12月10日に行われたノーベル賞受賞式に出席し、平和賞を受賞しながら、出席を果たせなかったリュウ・アキラが、前年12月に書いた文章を代読した。ありがとうございます。